1週間の地震についてお伝えする週刊地震情報です。まずこちらの図をご覧ください。こちらは今日16日の午前10時までの1週間に発生した震度1以上の地震の震源をプロットしたものになります。この1週間ですけれども、震度3以上の地震はありませんでした。関東を中心に東日本のあたりで震度1あるいは2の地震が多かったということが特徴となります。そのうちのこちらですね、千葉県を震源とする地震が10日月曜日に相次いで発生をしました。一つが左側、10日の午前4時52分頃の地震ですね。マグニチュードが 4.5、 深さが66キロです。そして右側、こちらは同じ10日の午前10時40分頃に起きたマグニチュード4、震源の深さが50キロの地震となります。で、左側の地震では千葉県の千葉市や市川市、浦安市など、また東京の江戸川区ですとか台東区などで震度2を観測しております。また10日の地震はこちらは千葉県の旭市や匝瑳市で震度2を観測しております。で、こういった地震ですけれども、同じ千葉県の北東部がその地震の震源となるんですけれども、震源の位置が少し離れております。で、それぞれの地震のいわゆるメカニズムですね、このプレートが沈み込んだり、あとはプレートの内部が割れるなど、そういった地震のメカニズムがそれぞれ違いますので、同じ日にあまり時間を置かずに起きた地震ではあるんですけれども、これそれぞれの関連性というのはないかなというふうに見ております。そして海外の地震ですね。こちらが USGS アメリカ地質調査所が決定したマグニチュード 4.5 以上の震源をプロットしたものになります。この1週間ですけれども、こちらですね、日本時間の7月の11日に起きました中米プエルトリコ北東の大西洋を震源としますマグニチュード 6.6、 この地震が1週間で最も大きな地震となりました。この中米プエルトリコのあたりなんですけれども、カリブプレートと大西洋プレートの境界線に当たっているエリアということになります。で、このカリブ海のあたりでは、例えば中米ハイチでですね、2010年に大変大きな被害を伴いますマグニチュード7の地震が起きたりするなど、地震活動が比較的活発なところなんですけども、今回起きたような大西洋により面しているような近いようなところの大きな地震の事例は少ないです。最近ですと2003年にマグニチュード 6.7 の地震がこの辺りでは起きた事例があるんですけども、比較的ですね、起きにくい場所で今回は大きな地震が起きた、そういった特徴が出ておりました。最新の地震情報やトピックスについてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。